はい、懲役太郎です。またあの下杉ルナさんが燃料投下いたしましたね。どのようなことを言っているかというと、知り合いとかが飲み会の真実を知りたいとか、実際どうなんはてなとか連絡してくるんやけど、そんなもん簡単にペラペラ喋らないよ。電話で聞かれても録音されてたら怖いから話さない、だから電話も出たくないねん。 X に書いてるから読んでください。あとは田村淳さんの YouTube がアップされたらそれを見てください。それしか言わん。だから私に連絡してくる人はそういう LINE してこないで。私これね、ネットニュースで見たんですよ。ネットニュース早いですね。で、私ああいう風にテレビとかで取り上げられたらまた違うことになりますよって言ってたけども、やっぱりなってきてるんですよね。でもそれを言ってから、この売名やお金のためやろって書いてくる人いるけど、 AV なんか皆さんが作品を買ってくださっても私にもには1円も入りません。まあおそらくもう最初に決まってってるんですよね、取って。だから売れたからっていくらってなるわけじゃないからっていう意味だと思います。で、印税なんかない。売名したかったら、ね、私は有名 YouTuber さんからのコラボ依頼も全部 OK してますよ、まあ、してないっていうことなんでしょうね。だから当然こういうふうになるのは予測できたはずなんですよ。出れば出るほどやっぱり話題になって、そのシーンを聞きたい、どうなのっていう、良くも悪くもですね。で、ここでもう、もう投稿一旦お休みしますっていう形になってるっていうことで、いいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、これは予測できるから、だからあんまり言わない方がいいんじゃないのと、場外乱闘的なことになって、自分のところにその乱闘の火の粉が完全に自分から発火してる形になるから、もう違う、見られ方するわけですよね。結果ではこの行為が松本人志さんのためになってますでしょうかという話です。まっちゃんのために、まっちゃんのために復帰するためにしやすくなってる現状ではないですよね。これを予測をしていることを言っていたわけです。で、最初は私は女優さん、AV女優さんって名前言わないけども、こうメディアに出てきて他が言うようになったから使うようになっている、テレビではタレントっていう形で、これでまた、アツシさんの YouTube に出るっていうけど、もうこれ余計火に油を注ぎますよね。でもここで懸命ならば、このような状況になってるなら田村アツシさんは動画を出さないと思います。でも田村アツシさんも数字のため、再生数のため出すんでしょうね。だとしたらやっぱりそういうことですよ。今彼女のことを思うんだったら出さない方が賢明なんじゃないかな。でもここに書いてあることが本当なんでっていうことであるから出さざるを得ないんでしょうね。うん。で、ここなんですよ。一旦下げた方のが彼女のためにはいいような気がするんですけど、この YouTube アップされたらそれを見てください。多分それを見たところで何も解決しないと思います。うん。その松本さんの無実が証明されるわけでもなく、何らかの正当性がなるわけでもなく、ご本人は正しいと思ってますけど、双方ともこれ間違ってないっていう。で、裁判の争点になっているジェイコさんうんぬんかんずの裁判の争点とは違う事案なんですよね。彼女が主観的に松本人志さん、田村健二さん側から見てこう思うということを言われているわけなんで、それを言ったからって言って松本人志さんの事実無根が証明されるわけではないんです。それはもうここに至ったら松本人志さんが自分自身の言葉で言わなければどうにもならないというところまで来てます。私は何でもかんでも会見すればいいという考え方ではないんですね。したくないことはしなくていいし、言わなくていいことは言わなくてもいいし、お知らせの場に無理やり引きずり出されて謝罪する必要は全くないと考えてます。ところがですよ、ここまで至ってこうでっていうことになると、やはり言葉を持って喋る方なんで、それを全く話さないっていうのはちょっと無理があるんじゃないかなっていうふうに思うようになってきてます。まあ、このことが、彼女がまた投下したことがどのように影響になるかっていったらいいふうになるとは思えません。はい。まあ、そんなところで、これまだまだまだ
こうタイミングタイミングで燃料を投下していくっていうことはこういうことになるっていうことだと思います。以上です。